はい、皆さんこんにちは、ザラキです。今回はね、ハードモードで効率よくマジックポイントですね、こちらの回復する方法をねご紹介できればと思います。で、ハードモードはね、皆さんご存知の通りアイテムですね、こちらが使えないので、エーテルとかが使えないのでかなり結構苦戦しちゃうんですよね、マジックポイントがないと。で、その、解決方法としてはですね、一番効率良かったのが、まあ、他の方も挙げてたんですけど、まあ、僕の方でもね実際検証して実際できたので、その説明をねしていければと思います。で、早速じゃあ移っていくんですけど、この箱ですね、この箱がよく道中とかあると思うんですけど、で、現在今 MP がまあ AIS73、 クラウドが137ポイントってなってるんですね。で、この状態で、まあ、MP が減ってるわけなんですけども、ここで箱を壊します。で、今右下に出てると思うんですけども、 MP が回復したってあると思うんですよね。で、この箱が出た時点でセーブです。こんな感じでセーブします。はい、セーブしました。で、ちょっとこうカットしますね。はい、じゃあカット終わったので、次ですね、この状態でセーブが終わったらこの画面になると思うので、この画面になったらまたロードでさっきセーブしたやつをロードします。はい、こんな感じで、で、ちょっとここもロード長いんでカットします。はい、ロードが終わりました。で、ロードが終わるとですね、まあ、こんな感じでさっきと同じ場所に戻ります。で、戻って後ろ向くとまた箱が復活してるんですよね。で、この箱を、まあ、壊します。するとまた MP が回復したって魔鉱石が出るんですよね。そう、これはね、あの魔鉱石が出た箱の目の前でセーブすると、ロードして、あ、ちょ、すみませんね、簡単に言うと魔鉱石が出た箱があったらそこですぐセーブして、で、ロードし直すとまた魔鉱石が 100% 入った状態の箱がまた何度も何度もリスポーンするといった、まあ、仕組みとなってます。なので、このやり方をやる前に1回この魔鉱石が出る箱がないかっていうのをまず探して、見つけたらそこでセーブ、で、ロード、で、この繰り返しですね。まあ、このルーティンによって MP がマックスまでどん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 回復していくっていう仕組みです。はい、まあ、こんな感じです。なんで、例えば箱で、ポーションとかモーグリメタルとかそれだけの箱だった場合は、結構10回ぐらい検証したんですけど魔鉱石が出なかったんですよね。だから魔鉱石が出る箱があるまでしっかりちょっと道中とかいろいろ散策して、で、その箱があったらここでセーブ、ロードって感じですね。はい、こんな感じです。じゃあ皆さんもちょっとこれでね、ハードモードは楽々まあ、進められるんじゃないかと思います。まあ、動画はじゃあこれで以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。